石神チャンネル。今回は神奈川県横須賀市、そして千葉県富津市の旅動画です。横須賀市の久里浜港と富津市の金谷港を結んでいる東京湾フェリーに乗って、行って帰ってくるだけで十分楽しめる東京湾フェリー往復旅を堪能してきました。なお動画の内容は個人的な解釈を含めていることもあるのでご了承ください。すごいね、キャプテンペルリだったよ、ね、キャラクターがペルリだった。そうです、そういうことありますあったんですね。じゃあ諦めるか、うん、船内でも売ってますもんね。コロッケは置いてないんですけども、同じような商品が置いてますので、ここで買いたかったけどまた違う船内。これかな、気持ちいいね、すごいね。売店ありましたか。美味しそう、話しないでしょ。美味しそうだね。クラフでクジラコロッケください。クジラ肉が入ってんの？うん、だと思うよ。ちょっと熱い。うわ、黒だよ。コロッケだね。だよね、コロッケだよね。美味しいコロッケ。ちょっと味がどろどろないしない。わかんない。やっぱトンビが狙ってる。動き出した。行ってきまーす。来ましたよー。あ、フィッシュだね。いろいろあるね。いいね。最高だね。ドリンク最高。地ビールもいいね。のこぎり山観光地だからね。ここは海抜150メートル、石切り場跡です。地獄のぞき。おー、うまいね。完璧だね。すごいね。乾杯。
生きる。甘夏がすごい、うまい。勝ってるみたいな感じ。ビール弱い人がめげちゃう。フルーティー、炭酸が入ってないストレートティーなんですけど、南国のフルーツがたっぷり入って、マジフルーティーで美味しい。揚げたてサクサク、うまい。ビールと合うでしょ。いい飲みっぷり。間違いない。醤油にわさび溶かしてぶっかける派？いろいろ派閥あるからね。味ついてない漬けだから。一個食べてみようか。味はついてる。けど、お醤油つけたら美味しい。マジか、これは。これも白身のいろいろ入ってます。いただきます。うん、うん、油が乗ってて、肉厚。タルタルいっちゃいますね。いいね、タルタル。いただきます。ホタテうま。わあ。わあ、気持ちいい。すごいいいじゃん。見て、オブジェかわいい。これ何の魚だろうね。トビウオだよ。あ、トビウオか。濡れちゃった。すごい安い。こんないっぱい入って。何それ？ビワのジャムだって。珍しくない？にしようよ、我々のお土産。いいね。決まり。おおほほほ、果肉やばくない？うん、ビアのピューレじゃん。顔甘くて絶対うまいやつだ。ちょっと食べてみて。いただきます。美味しい。ビアの甘く煮詰めた感じ。もう果肉感がすごい。じゃあ買う。美味しいでしょ。いい醤油。これご飯にかけて食べよう。ただひたすらご飯にぶっかけて食べる。そうそうそう。香りがめっちゃいいじゃん。この距離感でウニの香りやばいって。すごくね、まろやかな醤油で全然尖ってないんだよね。徐々に徐々にウニの風味が口の中にわーって広がってくる。めっちゃうま。よく食べてください。おいしい。ありがとうございます。おいしい。フルーティーすごく。
ビアの香りがして、アイスクリームってちょっとソルベっぽい感じ。でもすごいクリーミーで、うん、おいしい。うまい。お、なんか見つけた？そう、飲むビワゼリーだって。ふにゃふにゃのモッカちゃん、うん、行きましょう。そうね、お願いします。間に合った、間に合った。よいしょ。ビワ感があるゼリーって感じ、うん、ビワ堪能してんな。ビワ大好き。面白いからいいよ。あっちゅう間に帰ってきましたけど、あっちゅう間だったね。行って帰ってくる映画のマッドマックスみたいな感じだね。本当だね、行って帰ってくる。行って帰ってくるのに楽しい。目の前にはあの朝一揚げ物を買いそびれたコーラルさんです。そう、でもお船の中で同じのを買えたので。やるんですか？やるんです。何を狙うの？やっぱ本マグロかなと思って、千肌がすごいみたいな本マグロを使っているので、その魅力の本マグロを狙います。これですね。はい、はい、お願いします。お願いします。やりたい？やりたくなってきて。第9割だ。
って行きました。上手だね。裏返したらシール出ちゃうね。場所あ、パカってなってる。公開だよ。公開だね。いいじゃないですか。でっかいね。すごいプリプリしているし。イエーイ、焼き鳥ホタテゼット。甘さね。甘すよ。これ分っているわ。でしょ。いいね。やば。シェルがすごいね。よいしょ。豚が小さいけど、よし、取れた。ジュルン。ドルン。芋の苦味が美味しい。身はね、シコシコ。上手じゃん。ね、これいい。いただきます。おいしい。すごい焦げたタレのいい匂いがする。おー、甘くじゃん。ね。うまっ。手焼きハンバーグみたいな。あー、いいね。うまい。ダメはやっぱり魚感あるよね。もういいね。焼けました。白身の練り物でシャキシャキと生姜の食感もあるのかな。ほのかに香ってくる生姜に生姜のいいアクセントになってます。そしてなんだ、綿菓子コーナーも。46歳綿菓子挑戦。はい。お。出てきてる、すごい出てきてる。こいつは取らないと、この雲みたいな。じゃあ最後に船に手振って帰りましょう。バイバイじゃねえな、これお帰りだね。ということで今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。